しぶりのねインスタライブですね。まあなんとですね、あと、3日後にはね、あ、こっちでもう2日後です。2日後にはですね、なおこちゃんの誕生日でーす。何も言ってないけど2日後には誕生日で、もうね50、58歳になっちゃいますけどね。いかがですか？おめでとうございます。ありがとうございますやだわー。あ、でもなんか久しぶりにね、あのちょっとインスタライブやるといいですね。なんかね、飲んでないと無口なトロです。本当だよね。急にあの、まあ最近ね、あのちょっとね、あの私の YouTube の方であのまあ一緒にこうやったりとかしてて、であのちょっとね、あのウォーキングツアーでね、あのトラさん結構出演していただいて、ノーギャラだノーギャラでねちょっとやってもらって、でなんかね、あのちょっとね結構ね、あのトラさんね、あのなんかちょっとコメントでね大人気だね最近ね。なんかあのトラさんにあの結婚したいとか言う人もね結構いらっしゃるっていうお話でプロポーズされましたプロポーズをねしたり、なんかもうなんかトラさんかっこいいみたいな、誰かなんかあのなんどの人だったかな、ちょっと名前とか忘れちゃったんですけど、なんかあのもうあのトラさんがカメラ持ってるのはトラさんですけど、今度はナオコさんがカメラ持ったらいいんじゃないですかぐらいなねことを言う人もいて。聞こえてる音、音聞こえてるのかな。トラさんイケメンとかすごい言ってる。トラさん好きあ、なんかこれトラさんこれ大人気やわ。告白されちゃった。おい、ギャラは UFO だ。あ、知ってる、みんな見ててくれてる、嬉しいそう、あのね、ギャラはですね、UFO とかね。あ、エビマユちゃん。え、エビマユちゃん。あ、エビマユちゃん、エビマユエビマユちゃん元気、トラさんだけ。あ、なんか私、聞こえてる。あ、そうだ、これ最近ほらさ、あ、しようあ、友達で、最近さ、これインスタライブやってないからちょっと忘れがちだけど、ちょっとこれがね、この出てくるやつがちょっと遅れちゃう。あ、今日火星さんは、あ、火星さんのズラ持ってくればよかった。もうおいちょっとね、ズラ忘れちゃったけどねあ、そうだ、でも私今日ね、ズラ忘れたんだけど、私今日さ、これ持ってんだ、見てジーンシモンズマスクいつもパンティー履いてるくせに何やってんの。これなんかさ、あれジーンシモンズと高くない？これすごいジーンシモンズじゃない？私、いや、なんなの、ピーだよだよ、これさ、なんかすごい、さっきこれでトイレ行ったらさ、なんかすごいなんかスタジオのトイレすごい振り返られちゃって、あ、火星さんだって、みんなありがとうございます。みんな、ズラ持ってくればよかった、もう持ってくればよかった、もうちなみに僕は火星方形じゃありませんだからデーブスペクターだって言われてんだよ。もう最近あのトラスペクターって言われてるもんねなんだあれ、トラスペクター。家政婦は見たじゃなくて火星さんは見たとかね、どう？おい、なんだよ、くだらないことを連発してなんだよ、吉田洋ですとか言ってんじゃねえよ。え、吉田洋ですとか言っちゃってるよ。吉田洋さんなんじゃないの本当に。ちげえちげえ、あれだ、あのー、キータマリアとユウスケの彼女。あ、ユウスケくんの彼女、友達がね、みんな結構見てくれてます、もうありがたいですね本当に。あ、吉田洋、あ、そうだね、ユウスケくんの彼女、沙織ちゃん、沙織ちゃん、あれ吉田洋さんにちょっと似てんだよね。そうそうそう、で俺がそうやって言ったら、なんかすげえ調子に乗っちゃう。調子に乗ってたねえぞおい、ゆうすけが調子に乗るかやめてくださいとかわー嬉しい。なんかちょっとインスタライブね、結構去年コロナ始まったぐらいの頃は割とやってたけど、みんな愛してるよあ、ここでちょっとなんかそういう出会い系を求めてそういうこと言ったりとかして、結構こう去年はねインスタライブ結構やってたけど、今年ずっとやってなかったね、初めてですね今年。うん、そうですね、皆さんコロナにも負けず元気にやってますか？本当だね、なんかコロナ、一応サンフランシスコはね、まあ、ちょっとケースが下がってきたんですけど、日本はどうなんでしょうか？
あちたち今年あの日本去年も日本行かれませんでしたけども、うん、今年もどうなんだっていうね、無理だろ、ちょっと厳しい感じがしてますけれど、まああのでトラさんはとりあえず行かないんですよね、日本には。行けないだろ。ちょっと私がですね、日本どうしようかなって悩んでると思うんですけど、コロナとかじゃなくて入国とこで引っかかりそうだもん。そうだよどうせまだ日本でいたってタクシー拒否されるんだよ。そう乗車拒否ユニクロでもみんなに怒られ、みんなに恐れられちゃうんだよ。どうせコロナ関係なく、コロナ関係なくですね、日本人だっつうのよ、うん、日本人自分の家に帰ってきて、自分の国に帰ってきて、なんでいろいろなくてなんかライブやってる時とか、なんかこうサウンドチェックの人とかみんななんか英語で話しかけてくるよね、うん、それで僕日本人ですとか言って、えぇ、ー、とかみんな言う、ちょっとこう音とか言って、えぇ、ー、日本人、日本語食べるとか日本語上手とか言われて、日本語上手とか言われて、どこの生まれですかなんて言われちゃってまあね、私たち去年ですね、そんな、日本にも行かれない中でもかかわらず、一応ね、アルバム作って、ね、出したんですよね、うん、スープレックスパンデミックってやつ、ね、大体アルバムのタイトルを間違ってる、あ、パンデミックスープレックス、売れるわけねえじゃねえか間違えちゃった、パンデミックスープレックスだったそれでパンデミックスープレックスをちょっと発売したんですけども、私たち何枚出してる、もうアルバム4枚。それでね、インスタライブのたびに言ってますけど、なんか正直言ってね、アルバムが売れてません。みんなどういうことで、それで、それを去年インスタライブでガンガン言ったんだよね。うん、で、それで、そしたら、なんか、まあ、なんか見てくれる人みんな買うんじゃないか、みたいな。淡い期待を。でも去年は一番売れたんだ、前回一番売れたんだよ。あ、そうだ。21枚。あ、21枚だよ、それでも今日何人見てる？え、80人。80人全員買えよ、去年もそれ言ったよ、それで。去年も言ったけど、別に、それは20人。おい、ミリオンセラーいかねえじゃねえか、あと何枚？ミリオンセラーには、9900。あれ、ミリオンセラーって何枚だっけ？ 100 万枚でしょ？ 100 万枚か。そうだよ。じゃあ、100万枚だから。90万9900、89枚。だから、81人になったり82人になったりしてますけど、この80人の人が、1人10万枚、嘘つけ、10万枚ぐらいは買わなきゃダメですよ。1万枚買ったってダメなんだよ。1万枚買ったところで80何枚だよ。そんなに在庫ねえよ全然売れないからね。毎回 CD100 枚しか、ちょっとお願いします、本当に100枚しか吸ってない元からもう100枚しかないというもうちょっとすれよ。これだよ、プレミアつくんだよ。100枚しかないんだから、このように。そうだよ。だけど多分なんかね、そのうちあと、なんか来年ぐらいには、うん、なんか多分なんかグラミー賞とかね、取ったりね。おい、おめでてやろうかなすごいことになってて、で、その売れる前のアルバムを持ってるなんて、すごいプレミアだよね。そのプレミア、その最初の100枚のうちの1枚持ってるなんて、もう世の中で、この地球上で、すごいことなんだよ。みんな買ってください。それでまたね、今年に入って懲りもせずまた新曲を作りました。あ、これどうしてさ、これずっとここ留まってたの？なんで動かなくなっちゃったんだろう。愛してるわーんとかって、ありがとう。あ、なんかみんなコメントしてくれてるのに、なんかここが止まってた。本当だ。だからなんか誰も急にコメントしてくれなくなってる。あ、グラ、ノイローゼ。あ、バカやろ、お前。ちょっとノイローゼ。まあ、今頃何言ってんだ、お前。だでもね、何時グラミー賞取るかもしれないからね。トラさん、グラさん取ってやった。え、ほら、まあ、みんなさ、今頃だってタワレコで買えるのかなって。おい、おめえがな、去年ね。おめえがブラ取ってくれたら、取ってあげるよ。セクハラ。すごいセクハラ。それでさ、いつも思うんだけどさ、すごいさ、私さ、いつも画面のさ、ここ半分
ていうか10分の1ぐらいですか。すいません、すごい出てるよ、悪いけど。まあいいけど、スターだからね。スターだからね。うるさいんだよ、そういうとこが。誕生日、そう、私はやっぱ被らないでって。まあそんなに映りてえのかって、もうずっと映ってきたじゃねえか。何年映ってたの。俺なんかお前、おめえの YouTube だんだん言葉遣いはだんだんそれで、まあ、最近 YouTube 始めて、なんか自分でその動画を見るようになって、自分のその言葉遣いの悪さを反省するようになっております。元からすごい悪いのにね。ってことで、まあ、言葉遣いはもう慣れないんですけども、あの用途どんどん悪くなるね。ひどいよね。あの花見の時とか、ね、あれ花見の花見の動画皆さん見ていただけたでしょうか。あれはひどかったな。なんかあの時は、あの私はあのちょっとお酒飲めないんで、こう見えて、で、あの、お、誰かリクエストしてるけど、これは誰。いいんだよ、そんな出なくて。いいんだよお前。あ、いいの。出たらお前告白されちゃうじゃねえか。あ、誰かその、あ、なんか告白した人が。告白じゃない。で、まあお酒飲んでないから私は全然すごいシラフなんですけど、なんか先生はね、トラさんは、うん、あの、うん、一応ちょっとワンカップおできを水にしてこいって私にちょっと指示されてたもんで、ね、それ水入れてきたんで、それ飲めないからっていうことで自分の家で飲んできたんでね。そうそう、仕込みだ、仕込みなのに。この人のあの小芝居見た、うわっとか言っちゃった。一応なんか、みたいな。でもよく、あれ、ワンカップの時よく洗ったじゃん、あれ。全然お酒の匂いしなかったね。だって飲めないから、飲めないから。ワインないじゃん。あ、そういえば、あの、それであの、皆さん YouTube みんな見てんのかな？なんか、ターゲットもね、一緒に行って、で、この人、アメリカ20年、うん、?20 年ぐらい住んでるのに、ターゲットって、まあ言ったら、まあ、イトーヨーカドーとか。あれだよ、思い出したけど、あの、ドンキだな。ドンキだ。あ、ドンキでもドンキほど安くないじゃん。あ、そういうことか。うん、それで、あの普通の値段じゃん。それであの誰かがどなたかがコメントしてくれてて、なんか伊藤洋かどうって私言ってたんですけど、なんか今は声優ですみたいな。あ、声優か。ちょっとまあそう、そんなあのなんだろう、ウォルマートって結構田舎の方に行くと多いやつに比べたら、あ、誰この人リクエスト。知ってる人？知らないよ、そんなの知らないと。ヨガマットどうでしたって。ヨガマット、あのね、ターゲットやったらすごいはしゃいだって、すごい買っちゃってた、びっくりしちゃったもん。ここに言っていいよ、あの別にヨガマット買ったからってヨガやってるわけじゃないからみんな。あ、そうそう、みんなトラさんヨガやってるんですかとか言ってた。別にヨガやるわけじゃないんですよね、先生。うん、何やってんの？え、ストレッチ。どの面下げてストレッチだよ。もう、ね、なんかヨガマットね、あの鶴太郎さんみたいにね、腸動かして一緒すんだ。あんなとこ行っちゃってキューちゃん古い。本当古いよね、言うことがね。みんなわかんないよ、見てるやつ。キューちゃん知ってる？知らないんじゃない？あと私はねって。あ、知らないだっけ。裏でなんですよーっつって。まだ鶴太郎も昔鶴太郎って言っちゃってる。ああ、それ呼び捨てしないで。俺関係ないから。でも片岡鶴太郎まだデブだった頃だな。あ、腸活って言うんだ、腸活。ああ。腸活って言うんだ。ストレッチボール。ストレッチボール使ってないよね。ストレッチボール買ってないけど、コロコロ買ったじゃん。ストレッチボールって何？玉筋をストレッチするの？そうだよ。嘘つけばね。知らないの、ストレッチ。あの、袋引っ張るんだよ。あ、いや。言っていいじゃねえか、わからん。くだらないんだよ、一緒に朝話してると。もう、下ネタどんどん言っちゃうのよ。あ、ようちゃんだ。わからない。てん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 。おい、とぼけんな、お前。そんな、玉引っ張るからね、今度ようちゃん会ったら。皆さんね、お友達が結構見てくれる。おう、みんな知ってる、浦部久美子さん。お友達が結構見てくれてるもんですね。嬉しい。下ネタ。鶴ちゃん。ねえ、鶴太郎さんね。それはどうでもいいんですけど。おばちゃまはね。早いですね。小森のおばちゃま。もう、浦部久美子さんも小森のおばちゃまも死んだんで、両方ともね。大変だよ、もう。そうだよね。だって私たちがさ、鶴太郎が死にそうだよ。私たちがさ、ようちゃん、玉引っ張られる。エビマユちゃん、そんな綺麗な顔してね。じゃあ今度ヨウちゃんだったらちょっと引っ張ってみよう、玉を。ヨウちゃんってね、あの私たちの友達なんですけども、キャーとか言って。あ、そっか、そっち昼間か。あ、
そうだ、昼から下ネタ連発で楽しいだってありがとうございます。すごいポジティブな。クレームかと思ったら楽しい。もういい加減にしてください。もう日曜日の昼間から玉を引っ張るとかそういう話。だってストレッチボールとか言ってる。ね、ストレッチボールって言ったらやっぱりね、玉をちょっとね、引っ張るっていう。それはでも、玉袋、ボール、ストレッチボールは玉を引っ張るんじゃなくて、玉袋じゃないか。だめだよ、それ。玉筋を引っ張んないと。バックストレッチ。じゃあ、ボールバックストレッチ。ストレッチボールパックでどう？くだらないんだよ。なんだよ、お前。なんだよ。いいのか、そんなことで。引っ張れ、引っ張れ。絶対誰か言ってくると思ったけど、俺は寒いと思ったから言わなかった、そこは。あ、それであれ、あれ誰がやってたんだっけ、たけしさんがやってたんだっけ。そう、亀有ブラザーズ。亀有ブラザーズ。引っ張れ引っ張れ玉金引っ張れ。あ、そうだそうだそうだ。カメアリブラザーズね、やってたやつですね。うん、あーもう、あ、キンタマリア呼んだ、だってキンタマリアっていうね、あだ名の友達がいるんですけど。ふざけんじゃねえよお前。本当にもう呼んだじゃねえよもう。キンタマ見せろお前。なんで金太郎見せなきゃいけないんだよ。意味がわからない。全然意味がわからない。まあね、さっきの話ですけど、まあ、アルバムがね、ね、去年、最高売れて21枚。みんな下ネタ好きだな、これ。ほんとだ。ほんとだ。楽しすぎるとか言って。楽しすぎる。みんな結構下ネタが好きなのね。じゃあ、ずっとじゃあ下ネタで、これ1時間終わらせようか。いや、別にそんなもん。ていうかさ、みんななんか、勘違いしてると思うんだけど、うん、この人まだ還暦じゃないからね。あ、そうなんですよ。還暦カウントダウンって言ってるだけで、まだ還暦じゃないですからね。58です。もう、あと2日で58。だから、いつもピンク着てるよ。そう、あのね。赤いちゃんちゃん子も行かない。もうちょっとで赤いちゃんちゃん子だけど、来年だったらもう少し濃いね、ピンク色着ますから。おい。言ってんだよ。そうじゃないんだよ。そうなの？まあ、ちょっと、もう古いんだよ、だから。だから、まあ、あとまあ、2年したらでもね、2年で還暦だって、ちょっとびっくりしちゃう。あ、また誰かこう、リクエスト出してる。知らないよ、お前。リクエスト出して、あ、でも知らない方ですね、一応。あ、おさべ、ひでみちゃん。18歳に見えないようだって、ありがとうございます。でもね、結構いろんなところがね、58歳なんですよ。2年後に赤くなるのって。2年後にはね、赤くなっちゃう。ピンクのコートもね、着てますけど、2年後に赤いコート着ますからね。トラさんはおいくつですか？いくつに見えます？あ、ムカつく。イラッとする、そういう。44だっけ？44でしょ？44。このクイズに答え、当たった人には、もれなく俺の熱いキスが。何よ。44です。もう言っとけよ、もう。44です。今年で45？ じゃあ。そう。45だ。もう、このおばさん、あれっすよ、あ、当たり！みんな当たり！当たり！じゃあ俺の漏れなきゃ熱いキスを。今すごいアップ。鼻毛鼻毛じゃないとか、鼻ピロンでは。あ、そう、なんかそれ、UFO の焼きそば食べてる時にね、焼きそば出てんのかと思いましたとかいうね、人が結構いましたけど。一回り以上上なんだよ、この人。そうですね、よく考えたら。13歳。なのに、この言葉遣い。どうもすみません。本当だよね。なんていうかさ、敬えよ。年上を。すみません。おい、もっと、今日から結構。おい、あ、肩もんで、肩、はい。おい、なんでお前の肩。あ、肩凝ってないんだ。よく考えたら。よく考えたら肩凝ってないんだ。トラさん、酔った？あ、やばい、鼻くそ見えただって。鼻くそあるんじゃないの？野沢の鼻くそだ、それ。じゃあ、私特的に鼻くそあるときあるの。大丈夫かな。この間ね、お花見の時にね、お花見の時に、ね、鼻毛出て私の鼻毛が出てたらしいんですけど。俺は言っとくけど、鼻ピーズだから鼻くそじゃねえからよ。鼻ピーですけどね。私も鼻ピーしてたけど。鼻ピー、なくしてやれ、この鼻ピー。ふざけんの。私もね、ちょっと鼻ピーしてたけど、そういえば。知ってるよ。鼻ピーもう取っちゃったもん、そういえば。ハラピーの先に赤いビー玉みたいにつけてたけど、あれさ、なんか息子がさ、すぐ赤ちゃんの時にすっごい引っ張られて、めっちゃ痛くて、外しちゃったもん。ハ
ラピーあれもう何年ぐらいしてるんですかあなた。あれじゃねえの、20年ぐらいじゃない。そんなにしてんの、うん、え、あ、私同じぐらいに入れたんじゃない。だってあ、だってだって あったもん。あの、だって私ピアス屋で、ピアス屋で、ピアス屋で、あれあれ、どうも日本人の方ですかなんてじゃピアス屋、どこのピアス屋で開けたの。ヘイトだわ。だから、私もヘイトだ。あったっつってんだお前。本当にあったの、嘘でしょ。その時あれだよ、マソニック下がっていくってことだよ。だからあそこの隣に住んでたんだもん俺。え、そんで会ったよ、ボブと二人で歩いてる時に。私一人で行ったんだよ、開ける時。何こんな楽屋のトークみたいな平和だなだって誰が、誰だこいつ、本当だ、平和だな、誰だこいつ。痛くなかった、痛くなかった。こういう、こういう56歳なんじゃない、勝手に。おいおいババア、失礼なこと言うのやめてください。そう言ってこういうってなんだ。なんかなんだっけ、昔から知り合いなんですか。10年ぐらいだね、知り合いになってからね。いや本当は20年前に会ってんだよ、近所に住んでたんだよ俺が。あ、そう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 、俺がた、カフェで。違うわ、こういうさん56歳じゃない、すいません本当失礼なこと言って、ね、怒ってるよこの人は。本当この人はマジで怒ってるな、本当に怒ってる。トラさん、ごめんねわー、ムカつく、イラッとする、そうやってね。トラさん、痛った、ハブつけちゃった、ハブつけちゃった、口悪い。トラさん身長いくつですか。180 5'11 5'11 180cm。 ちょっとはみ出てるよ君顔が。あなたがねグイグイ来てて、ね、私そう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 、こんな感じです。トラさんバンド一本ですか。お仕事され、バンド一本なわけないじゃないですか。バンド一本だよ若野郎。アルバムが21枚しか売れてないっていうのに。ホームレスですじゃあまあね、それで私たちね、これこそは売れるんじゃないかっていう曲を、もう言い飽きたし、みんな聞き飽きてるわ。もうそれ言って何年になる。5年ですけど、一緒にそうバンド始めて5年ですけど、うん、毎回言ったよね、これこそは売れるみたいな、うん、このアルバムこそは売れるみたいな感じで、え、今までで4枚で今度これ作った5枚目。ちょっとあ、出た、税理士税理士、タックスのことなら私に任せてくださいで、過払い金もね、この人に相談すれば。日本語で何て言うんだ、税理士でしょ。うん、違う、タックスのことなんだっけ。うわ、やだ、確定申告やだ、タックス、確定申告、税金だよ、税金。そうだけど、違う、タックスファイルのこと言ってんだよ。タックスファイルはね、そう、確定申告ね、確定申告は、うん、脱税したいなら俺に任せろ税理士です、この人ね、税理士です信じちゃう人がいるからな。こんな税理士いるわけないじゃないですか。そんなみんな何考えてんの。もう AV 男優です。 AV 男優です。あ、じゃあアメリカだからポルノスターですポルノスター、ポーンスター、ポーンスター、ポーンスターです。キャワーだって。まあこのね、新しいやつ、これはすごい売れるよね、多分売れねえだろもう、投げやり。5枚目絶対、5枚目だよね、5枚目だよね、うん、でも今回はちょっとアルバムやるか分かんないな。あ、そう、一応ですね、もう全然売れないから、もうだん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 、のあれ、野沢も仕事ねえしだんだん貧乏になってって、アルバム作れねえよ、金がねえんだよ今回はシングルとかじゃないの。あ、ちょっとそうです、そういえば別に、まあ、キューブちゃんお金ないわけじゃないんですけど。いや、だって出稼ぎ行ってねえからな。そう、出稼ぎはちょっとね、行ってないですからね。まあそういう面ではちょっとあんまりお金はないですけども、まあとりあえずですね、3曲、うん、2曲すごい名曲で、まあ、もう一回3曲目も全部3曲ともすごい名曲なんですよ。で、多分ね、すごい売れるよね。売れないでしょ。売れるよ、売れる。それはこの見てるみんなにかかってる。多分、俺のギターいいと思うんだけど、ボーカルがみんなダメなんだ。やだ、誰ボーカル誰よボーカル
ババアのせいで売れねえじゃん。オンチのせいでちょっとね、オンチなんですよね。確かに、なんかごめん、だいぶ酔っ払ってきたんだよ。あ、ちょっと95人見てるから、一人が10万枚買うようにね、お願いします、お願いします。一人がね、これ10万枚買えば、一人が10万枚買えば、これミリオンセラーになるんじゃないの、うん、そうそう。だけどこれみんなさ、インスタライブとかでめっちゃ優しいんだよね。そう、コメントが、そう、買います、買います言ってんだけど、みんな優しいんだよ。一人ずつ名前を覚えとこうかな。ありがとう。でも一人でも、これがさ、1枚いくらだっけ、安いだよね。だったら私安く売ってんだよね。700円とかそんなもん。700円ですよ皆さん、買ってもいいんじゃない、そろそろ。買え、この貧乏人。全員がそこの貧乏人。じゃあ700円ってことは、10万枚買ったらいくらってこと。700円と10万枚ってこと。1人7000万とかじゃないの。そんないかないでしょ。あ、700万とか。700万もいく、10万枚買ったら。あ、そのくらいいっちゃうのか。710万枚も買ったら、じゃあ1万枚にしてあげる。1万枚で、1万枚買ったら1人が、税理士のくせに計算できるぞ。まあじゃあ、でもとりあえず、まあじゃあ、あの1人ね、100枚、1人100枚1人100枚1人100枚って、俺たち100枚しか吸ってねえから。みんなが買ってくれるんだったらもっとするわよ。だから700円なんだから、1人まあ100枚買ったら700円の7000円の7万円か。大したことないじゃん、7万ぐらいね。私たちにさ、あれ7000万だよって。ほら、7000万、7000万なの。700円のやつを1人が100万枚、10万枚買ったら、うん、7000万か。じゃあさ、1人じゃあ100枚でいいやね。1人100枚で、1人7万ずつね。7万ずつ。ごめん、ね、おい、なんだよ。ガチゲット。最悪。なんだよ、もう。スキューズビーとかなんかないの、そういう。すごいガチ。ごめん、皆さんすみません。割れてなかった。今もう、なんかもっと師匠クラスだったじゃん。イエーイ、今。あ、イエーイ、一人じゃ。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear monkey. Dear you. Dear Hygie.Dear, あと誰がいたっけ ？Dear, あれ、こないだやったじゃん。ん？私の。Dear Chara。若いよ。おまけ。はじめ。映ってない、映ってない。Dear Tora。バカだてめえこの野郎。アウトレイジだこれ。ディア・アヤちゃん。うっしゃ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 し何放置すんだよ。最低最低いけ最低イエーイ。どうして酔っ払い最低です。皆さん元気ですか。まあ、こうやってね、喋っちゃうとどんどん時間なくなるね。あ、ちょっとさ、ほら、新曲歌わないと、あともう30分しかない。もう急いで。新曲、じゃあ新曲を。おい、新曲じゃないんだよ。玉引っ張る。あ、新曲どっちからやる？2曲とも名曲だけど、やっぱ中からじゃねえの、あの。どっち？早い方。早い方ってどっち？どっちが早い？両方とも早いじゃん。あっちか。
AI 3曲あるの2曲でしょ。2曲 AI があるの。 AI だろ。 AI、 はい、あ、これで、あのちょっと、ね、あのすごい名曲なんです。これみんなで、ね、あの歌ってほしい。一緒にあの歌う、みんなで歌うところは教えます。本当かよ。じゃあ間違ったらどうしよう。今日練習するの。買いたくなっただろ。もうみんな買うでしょ。これまだね、はい、まだあのレコーディングもしてませんけれど、名曲。まあ5月ぐらいにはね、レコーディングして、そしたらまたライブやるんで、みんな買ってくださいね。なんだよ。あのちょっとさっき言ってたか分かったかな。 AI って言ってる。分かるわけねえじゃねえか。分かんないね。あいやいや、あいやいや、あいやいや、おさるさんだよ。違う。
違うんだよ恥ずかしいんだよ、ちち、うん、AI って言ってんですけど、うん、なんかあのあれない、なんかほらさ最近さ AI がさあれさ、なんかさこう例えばさこう携帯を持ってる時とか、携帯持ってなくてもいいけど、うん、だから例えば靴が欲しいねとかさ誰かと話してた、うん、家族と友達と、うん、そしたらさその後からさ携帯にさ靴の広告がいっぱい出てきたりしない？ない？出てくるよ。そう、それが怖いなっちゅう歌。 AI が聞いてんだ。 AI が聞いてんだよ。 AI も聞いてんじゃないの難しいんじゃん、いちいち声も出してくんないと。あもっとがドアップやないと。 AI 聞いてんじゃん、 AI。 うわ難しいんだ、いちいち。もう58にもらって、もう。てか、AI の見たことある？あるよ。AI お猿さんだよ、でしょ。でも全然猿みたいな顔してないじゃん。アイアイの顔どういう顔で教えてた？その超怖いんだよ。で、アイアイの顔、あっちのあのなんだ、東南アジアではアイアイは悪魔のサブって言われてるんだから。え、アイアイってどんな顔してたっけ？こんな顔。あ、こんな顔かだよ。変えた方がいいんじゃないかも。変えられないだよ。アイアイやだ、AI だ、AI。 そう、あのでもあるよね、そういうのね。絶対そういうのあるよね。でなんかさ、最近さ、あのさ、気のせいだと思うんだけど、思ってることも広告に出てこない？いや、だからみんなもう考えてることもみんな盗聴されてるし、気のせいかな。個人情報ももうがっつり持ってかれてますし。怖いね、うん、まあそういう歌なんです。 AI がいつも聴いているという、そういう歌です。さすがトラさん、物知り、ほんとね豆知識がね豊富ですから。なんだよそれ、低等話か。あ、古い言うことが古いとかって失礼だ。テイさん、吉本興業じゃん。テイさんね、吉本興業だったんですよ。しかも今どこに住んでるか知ってる？知らない。長野だ。あ、そうだ、長野にね。あれでもテイさんもしかしたら、ね、吉本辞めたかもしれない。でもテイさん一時期ね、あの低等話さんね、一時期吉本にいたんで、それで私のことは姉さんって呼んでたんだから今はばあさんじゃないの？おい行け。ごめんごめん。おい、暴力女、おい、暴力ババアってね、ついついなんか芸人のような扱いをね。いや、ごめんね、俺一般人だからそうですよね、すいません。あともう一曲、ほら名曲があるから、あのもう一曲ね、あのもう一曲はですね、今日あげたばっかりの YouTube のマッカンチーズにも載せましたけど、これチートス、これチートスのバッグなんですけど、チートスっていうあの辛いカラムーチョみたいなねお菓子、これが結構私あの辛いからちょっと食べられないんですけど、パッケージがね結構好きで、このバッグも可愛い。チートスの歌を作りました。聞いてください、心を込めて歌います。チートスです。Let's stand, come on, come on. Rise
やってんの奥さんじゃねえかお前。そうよく知ってもう昭和オンパレード。あ、そうだ、それでこれさ、私たちこういうの教えてんじゃん、はい、あの一応今日の衣装ですけども、ああこちら白のつなぎ、そして私も白のつなぎ、今日あんたあの頃何なのさ違ってじゃねえよ。いきなり聞いたからだよ。そういうの忘れてたじゃん。最初に言えばよかったよね。チューニングしてる時にいきなり聞いたから。チューニングしてたの？そうだよ。まあこの2曲、あともう1曲あるんだよね。もう1曲の歌。うん、もう1曲もちょっと今歌詞がですね、ちょっと途中マジしかできてないからちょっと今日は発表しませんけれど、まあ3曲ともね。すごい名曲で、もう今度こそね、今度のアルバムはね、ちょっとアルバムのタイトルまだ決めてませんけど、まあ、今度のアルバムはもう売れるんじゃない？今のこの2曲、いかがでしたでしょうか？ね、チートスと AI とね。AI すごいいいよね。AI、全部いいの。まあ全部いいの。いつもね、やってるやつ全部いいの。ね、なかなか全然売れてないですけどね。どういうことなんでしょう？名曲しかリリースしねえんだよ。なんでそんななんか名言風に言ってるけど衣装はワークマンって聞いてますけど、ワークマンじゃないんですよ。これよし行くぞよし行くぞよし行くぞさん、ワークマンなの？コマーシャルやつは昔ワークマンの、うん、あ、そうなんだ、うん、あれでしょ、ヴィンテージでしょこれ、うん、ヴィンテージ。後ろ結構かっこいいじゃん。そうよ、後ろがちょっと今ストラップがついてますけど、ケツにもこうパッチがねついてて、シャレオツです、デビル。私のはこれちょっとヴィンテージじゃないんですけどね。そうや、何ターゲットで買って安物じゃないの？ターゲットじゃないんだよこれは。アーバンアウトフィッターズ。アーバンに失礼。アーバンあのアメリカに住んでる若者大好きなアーバンアウトフィッターズっていうねところで買ったやつ、つなぎです。シャレオツありがとうございます。ハートマークがいいね。やだ、あと10分しかないわ。あ、やばい。大変。どうする？コロナじゃないの？あ、じゃあ、それでですね、21枚しか売れなかった。21枚しか売れなかった。
コロナファックオフをやりたいと思います。Thank you.
あと何分え11時だよこれ終わりなんじゃない あとみんな11時だけどみんな愛してるよアディオスアミゴーアディオスアミゴー Thank you so much Have a nice sex